気になる下腹がなかなかへこまない。下腹に効く腹筋をやってもどうしても下腹に効かないし、お腹がへこむ感じがしない。そういった方におすすめなレッグレイズよりも下腹に簡単でしっかり効かす方法があるんです。今回たったの5回一緒に頑張っていきましょう。今回の動画を最後まで見ることで、今まで効きにくかった下腹に簡単で効かす腹筋方法というのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はレッグレイズよりも簡単に下腹に効かすことができるだるまというのを紹介していきます。だるまというと寝っ転がっても勝手に起き上がってきますよね。だるまさんが転んだみたいに動いても勝手に起き上がって止まる、そういった意味を持ってます。で、今回レッグレイズっていうのは意外と下腹に効かすのが難しいんです。というのも、下腹が気になる人の多くは反り腰になってしまっていて、反り腰の状態で下腹に効かす方法っていうのは結構難しいんです。そこで今回片足ずつ行っていくので、腰を丸めた状態を作り込んでから下腹に効かすことができるので、すごく簡単にね、反り腰の改善、下腹に効かす、腹横筋を鍛えるって、この3つが行えて早くお腹がへこんでくるんです。たったの5回一緒に頑張っていきましょう。さらに追い込んでやるぞ。今回の動画でしっかり腹筋筋肉痛になりたいっていう方はですね、3セット一緒に頑張っていきましょう。1セットでやめてもいいし、3セットやってもいい。お任せします。方法を紹介していきます。通常レッグレイズというと、寝た状態で足を下げてあげる。腰をつけたまま足を動かしてお腹に効かすんですけど、実は下腹に効く位置っていうのは、ここからここなんですね。ここから、ここが下腹に効く位置なので、レッグレイズ実は足を下げて戻すんですが、力が入った腹筋が伸ばされるので、腹筋に効くのは確かです。ですが下腹あんまり効かないんです。なぜかというと、腰が反れている方が行っても、ここに隙間ができた状態で足を動かしてしまうので、お腹って伸びたままね、お腹に効かないんです。そこで今回は、片足だけ伸ばして、片足は上に上げときます。ここからスマートフォン持ったままでいいので、足を90度よりもさらに引き寄せてください。こうです。引き寄せた時に下の足も少し一緒についてくると思います。これが下腹に効くポイントです。腰が全部つくんではなくって、お尻が一緒に少し上がった状態っていうのが、下腹がしっかり体に引き寄せられて効くときなんです。しかも、お尻が少し上がると腰がちゃんとつけれてるので、すごい下腹に効かすことができます。これを動かしてしまうと腹直筋メインになるので、キープします。キープして息をふーっと10秒間吐き続ける。それで下腹、反り腰、腹横筋の3つが鍛えられてお腹が早くへこみます。これを交互に10秒息吐く、足を入れ替える、10秒息を吐くってことを左右で1回、計5回やっていきます。スマホは横で持っててもいいし、上げてる足の向こうでもいいし、片手で横に置いててもいいです。掛け声だけでやる方は置いててもいいです。できるだけ上げてる足を引き寄せる、引き寄せてキープ。さらに追い込みたい方は上体も起こす。辛い方は寝たまま、足が垂直よりも引き寄せる。といった感じで下腹を使っていきましょう。上体は寝ても起きてもいいです。頑張っていきましょう。もし膝伸ばすの辛いよって方は曲げてもいいです。ももを胸つける感じで、お尻も一緒に持ち上げてください。寝ても起きてもいいです。それでは頑張っていきましょう。スタート。1、2、3、垂直よりも上げて、5、6、7、8、9、10、はい、吸って反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、吸って反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
8910、はい、吸って反対、12、足しっかり出て、3456789、はい、吸って反対、12345678910、吸って反対、あーきつい、23456789、吸って反対、12345678910、頑張って、8910、やったー、12345678910、はい、ラスト12345678910、ラスト12345678910、おお、腹筋が、よく頑張りました。よっしゃ。いやー、すごい効きましたね。さあ、今から2セット頑張っていきましょう。辛くなってきた方は寝てもいいです。足も曲げていいです。いきましょう。さあ、頑張っていきましょう。2セット目、息しっかり吐きましょうね。いきます、スタート。12345、スマホはどこで見てもいいです。6789910、はい、反対、12345678910、反対、12345、足しっかり出て、6789910、1、2、3、辛い方はね、途中倒れてもいいです。6、辛いけど頑張ろう。あと少し、エラスト、1、抱えて、4、5、6、7、8、9、10、エラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、だいぶね、下腹が痛くなってると思います。さあ、これがね、ラスト、頑張っていきましょう。気合を入れて、あと5回で終わりです。頑張りましょう。さあ、いきますよ。気合入れていきましょう。スタート、1、2、もうあんまり起き上がらない、4、足はしっかり抱えて、曲げてもいいです、寝てもいいです、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、2、2、あー、辛い、4、5、辛い、6、7、8、9、10、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、3、4、5、6、7、8、9、10、
2、3、起死回生、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、5、6、7、8、9、あと2回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、少し、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あー、スマホなんか持っとけれない、あー、痛ぇー、いやー、3セットお疲れ様でした。いやー、しっかりね下腹に効いてると思います。で、この分はね下腹を収縮させているので反り腰の改善ができてね、お腹がへこみやすくなります。お腹が出てる原因って結構反り腰の場合が多いんで、反り腰が改善されるとですね、体幹もしっかりできたり、前ももの張りがなくなったり、お尻が後ろに突き出た感じがなくなったりするんで、腹筋ってすごいね大事なんです。でも腹筋でもね、腰が取れてると効きにくいんで、今みたいにしっかり足を抱えて腰を丸めて骨盤を立てて、お尻ちょっと持ち上げた状態でキープ、息をしっかり吐き続ける、お腹をどんどんへこませるってことが大切です。しっかりね頑張ってやってみた方、1セットやったよって方でも、3セット頑張ったよって方でもいいです。やってみた方はコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。下腹にしっかり効いたよって、簡単に5回で効いたよって方はですね、よかったら動画のシェアなんかも説明欄にリンク貼ってますので、各種 SNS で拡散よろしくお願いいたします。下腹にしっかり効くだるまでした。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。